黒ひょう龍が如く新章よろしく。ここはガキが来るとこじゃねえぜ、右京達也君。情報ってのはただじゃねえんだ。それに危険な情報ほど高くなる。皆さんこんにちは。今回西の花屋役をやらせていただきました藤原義明です。いや、何回やってもですね、緊張します。もうハートがちっちゃいもんで、まあ、殴られれば痛いってことですかね。いやいや、あのね、これね、あの笑い事じゃなくて、要するに今のほら子供たちって、あの喧嘩するじゃないですか。で、殴られたことがないもんで、喧嘩始めるとむちゃくちゃにやっちゃうんですよね。その死ぬまでやっちゃうじゃないですか。だから喧嘩したら、殴られたら痛いってことはね、これ大切なことだと思うんだよね。一生懸命やらせてもらいました。皆様ぜひご期待ください。よろしく。